補欠選手だったから、うん、北海道の全国大会に行ってきて、うんうんうん、それでいつ行ってきたの、いつ行ったの、11月19日と20日、あ、1泊2日で行ってきたんや、ね、これはということはめぐりちゃん体操やってんの、体操やってる、いつ頃からやり始めたの、この体操は1年生の春から、あ、そう、あの体操ってあのオリンピックとかに出てきはるあんな床でぐーって曲がったりバク転したりするあの体操、すごい、でめぐりちゃん今ね自分で補欠やるけど、うん、何人ぐらいいかはった、10人ぐらいあんの、もっと、うん、もっといっぱい、もっといっぱいで行ったの、ね、飛行機で行ったんでしょ、うん、飛行機、めぐるちゃんは飛行機乗るのは初めてやった、もう何回か乗ってんの、うん、何回か乗って、あ、そっか、ほんなら別にあんまり怖いとかそんなのなかった、ね、うん、で向こう北海道はどんな様子やった、うん、あの行った時は、え、なんか結構気温が高くて、あ、そうなんや、全然寒くそっか、なんか寒いと思ってちょっともう厚着していってえらいことになったとか、ない、大丈夫やった、大丈夫、大丈夫、だからそんなん逆にな、わかるから、うん、で結局体操の成績はみんなどうやったの、うん、人たち、一番上手な子は、うん、なんか、うん、飛び抜けて一気にやったし、あ、そう、すごい子いんね、すごいね、うんうん、そうでした、まあ、僕はまあ早飯で、まあ、この世界、うん、また違う大会という形で行けたりするかもわからんわけやね、うん、一番ためにはやっぱりこれからもっともっと練習せなあかんのかな、うんうん、どう、なんか自分の得意なやつって何なんですよ、ちゃんは、うん、してましたよ、うん、静香さん、今でもお昼にそばを食べに行くと同時に食べ始める車あんの女の人が、ね、こんなに言うとあれやけど落ちたことない、いや、何回もあるそうやろ、ね、うわ、う怪我とかしてないか、大丈夫、今日はしたことない、あ、そうですね、食べることができへんの、何が違ってない、でも君のように悩みはしてない、伊集院静香さんは大人にちゃんとして言ってはります、はい、だけでも大変だ、今豚か牛に違いないと思ってる同じ男兵候補あるいは違うたら大変、だけどめぐるちゃんこれからもっともっとずっと続けていくんですか、今とから続けていくつもりです、あ、ね、まあ、怪我はね本当怖いけども、怪我せんように頑張ってな、はい、じゃあめぐるちゃん将来な、まだ6年生やけど、大きくなったら何か夢はありますか、詰まった段ボールが何箱も届きました、はい、主人のものです、うん、10年以上何百万円もかけて収集した大事なもので、今ではもう入手できない貴重なもの、絶対に捨てられないと言われ泣いてしまいました、ああもうここには今のままコツ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 頑張ってオリンピック行けるようにおうちに祈ってますね、はい、風邪ひいてるのにごめんね、ありがとう、ありがとうございました、それではね、お母さんと変わってください、はい、はい、いやな、ね、この世界もな、でもね、もしもし、こりゃ1ヶ月ご主人は独身で元気な大人の男の人だったんですから、それが体操の世界も裾野って広くていろんな方が